はい、皆さんこんにちは、ケントです。今日もよろしくお願いします。お願いします。もう顔おなじみになってきたかと思うんですけれども、今日はですね、栃木県のイノベーションという新しく北清水にお邪魔させていただいて、実際にトレーナーとしても僕よりも全然キャリアの長い、そして大会にも出て優勝を何回もされている尾花さんにお越しいただいて、というか、まあ、僕が来ている側ではあるんですけど、ね、ありがとうございます、お越しいただいて。今日はそのパーソナルトレーナー論っていうところ、いろんな人にね、僕が会うたびに聞かせていただいているので、掘り下げてお聞きできればなと思います。今日もよろしくお願いします。お願いします。で、今尾花さんってパーソナルトレーナー歴で言ったらどれぐらいなんですか？実際にまず独立してからが正式なもうパーソナルトレーナー1本でやってるんですけど、はい、それが大体6年もうすぐ経つぐらいですかね。でもその前にももうずっとジムさんとかでやられてたんですか？そうです。でそれを全部足したら13、今14年目にめちゃくちゃすごいですね。もう大々大先輩ってことで、年代なんか関係ないですよ、この業界を本当にって思います。やっぱり今どんどんフィットネスっていうのが盛り上がってきてて、大会だとかアパレルだとかサプリの知識っていうのもどんどんアップデートされてる中で、仕事をされていて、ここ数年で変わったことだったりとか変化とかってありますか？やっぱ一番最近思うのが、ちょっと会社名ちょっとあれですけどね、いわばザ・ダイエットプログラムだよっていう。今までってそのスポーツクラブさんにパーソナルトレーナーがいて、あの 別のお金をいただいて提供するのがパーソナルトレーニングでしたけど、今はそれだけに特化しているお店っていうのが急上昇したっていうところ、一時期ね、バーッと盛り上がりを見せて、まあ、今でもね、全然流行ってるジャンルではありますけども、要はダイエットプログラムオンリーでやっていく会社ができた、そこが一番大きな変化だったと思いますけどね。一応僕もパーソナルトレーニングジムをマイクロジムという形でやらせていただいていて、都内の二子玉川って駅の近くなんですけど、僕が始めた時っていうのが大体2年前ぐらいですか。で、当時2店舗しかなかったんですけど、まあ、パーソナルトレーニングジムですね、いわゆる、はい、2店舗しかなくて、で今8店舗ぐらいあるんですよ。ああ、すごい。で、多分数としては12店舗ぐらい、全部で、だから4店舗潰れてるって。なので、はい、個人の商売として非常に参入しやすいフィールドではあると思うんですよ。少子化で始められるとは思うので、そこでみんな入ってきやすいような業界だとは思うんですけど、一方で本当にここ数年競争率が高くなってるっていうのは僕肌で感じてるんですけど。そうですね、競争率もまさにやっぱりトレーナーが今アフリカに、いや本当にそうですね、始めている時代なので、いつ自分が職を失うだろうっていう危機感も迫るぐらいの業種になってきてますよね。だから競争率が高いというのはいいことなんですけれども、それゆえにやっぱり希望を見出すにもかなりの努力を必要とする時代となったので、ちょっとトレーニングの指導ができるから稼げる時代ではもうないです。それはそうですね。かなりこれを見てくださってる方、多分これからトレーナーになろうか、あ、そうか、思われてる方がいらっしゃると思うんで、いきなりバンってこうヘビーな話しちゃったんですけれども、一方で僕の個人的な考えとしてはですね、まだまだ全然入る隙間ってあるんじゃないかなと思っていて、多分尾花さんもご自身活動されてる中でそういった思いってあると思うんですよね。もしこれからトレーナーになりたいとか、フィットネス業界でトレーナー以外でもいろんな仕事あると思うんですけど、活動する中で何から始めていいのとか、何に力を入れて自分の時間かけていけばいいのっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういう方に何かありますか、メッセージというか。そうですね、今トレーナーになりたい人が今見てくださっているのは前提で話しますけれども、はい、僕もいろいろ考えた中では、やっぱまずパーソナルトレーナーにパーソナルトレーニング受け、パーソナルトレーニングって何だろう、それ間違いないですよ。そうなんです、それはもう本当に間違いないと思います。う、うん、やっぱスポーツクラブとか例えば通われてる皆様からしたら、例えばトレーナーの人を見かけることもあると思う、はい、けども実際にそれを見て憧れを持つより、受けてあ、こうなりたいって思った、その瞬間からパーソナルトレーナーの素質って生まれると思うんですね。あ、はい、要は見てかっこいいなっていう仕事っておそらく見てるだけでも十分なんですよ。やってみた時に、あ、パーソナルトレーナーという仕事はこれだけ必要で、世の中にこれからもっともっと自分自身
自身こういう存在になって広めていきたいっていう気持ちにならないと、うん、おそらくあのビジョンが生まれないのかな。なるほど、うん、とても 深い話なんですけど、まず野球しないのに野球選手になりたいという人はそうですよ、ね、いないですよね。日本酒の作り手になりたいのに他の人の日本酒飲んだことないみたいな話ですよね、うん、そういうことです。だからまずもちろんスポーツクラブにねアルバイトすることも一つの手段ですし、それ専門学校に行かれるのもいいんですけど、まず本当にそれを触れてみて自分でやりたいかどうかを見出すこと、うん、これもう一番重要だと思います。はい、なのでいろいろ考えた中でそれでしたね。でまずは実践というか、一回そのフィールドってどういったものなのかなっていうのを肌で経験するっていうことが最初のステップということで、はい、ですよね。そうなんです。ちなみによく聞かれる質問なんですけども、トレーナーになりたいです、資格何取ったらいいですかとか、あれあれだと小原さんもあると思うんですけど、はいはい、そうですね、ありますね。こういう質問来た時なんて答えますか。僕はその資格云々も大切なんですけど、もしフリーランスですぐ活躍したいんであれば、例えばその、ね、有名どころで言うと NEST、PFT っていうパーソナルフィットネストレーナー、あとは NSCA さんとか、今いろいろな団体が増えてきてるんですけども、そういった資格を取って、もう早く実務経験積んじゃうっていうのもベターなんですが、ただ、その勉強した質にもよりますよ。ただ僕はやっぱり専門学校を卒業してるので、はい、2年間もしかも一番きつい感じなんですよ、勉強が。もう何単元、たくさんの単元があって、学問を得る学校なんだ、まあ、名前はちょっと伏せますけどね。横浜ですか。違います、東京。違います、ね、東京といえばっていうところなんですけど、そう、池袋って言っちゃった、もうね、調べてください。池袋でスポーツ専門学校ってすぐ出ますから、そこにちょっと行ってて、はい、なんかそのストレングス&コンディショニングっていう学問を勉強してたんですけど、やっぱりそこでの専門分野の勉強が、ついていけないこと、ついていけることに分かれてて、もう食らいついてても勉強してる子って今でも活躍してるんですよ。だからしかもリアルなこと言ってさ、はい、その専門学校でも三十何人そのクラスいて5人ぐらい辞めちゃったんですよ。退学しちゃったんですよ。でそれは自主大学もあったけど、はい、その後に残った人数って数名なんですよ、独立して残ったのって、うん、つまり30人中まあ例えば4、5人、3、4人っていう世界なので、それでもちゃんと勉強してる人と勉強してない人の差でやっぱその人のビジョンって決まってくるかなと思う、はい、結局探究心、やっぱここでしっかりいっぱい勉強してそれをアウトプットする、そのための勉強が必要だっていう部分を持ってる人はやっぱりトレーナーとしては必要なんじゃないかなと思います。教科書通りの回答ですね。あ、そうですね。そう、そうやっぱ経験してきてるので、そうだからちょっと資格取って、でも資格取ってる人もすごいと思うんですよ、取るの大変だから。でも資格ね、簡単っす。言っちゃった。言っちゃった。僕NSC、はい、CPT って先ほどおっしゃったやつ、はい、取ってるんですけど、はい、めちゃくちゃ簡単ですよ。あ、普通にね。ちゃんと勉強すれば。まあもちろん、はい、ちょっと集中してね。はい、でも資格を取ったからすぐお金になるっていう世界でもない。それも全く関係ないです、ね。むしろ僕は動画でも何回も言ってると思うんですけど、はい、資格必要ないと思ってる派で。次の講師もしないんですけど、うん、そこじゃ差がつかないんですよね。す要するに知識がある解剖学とか NSCA だとアジリティのトレーニングとかスポーツ向けの内容っていうのも結構大半を占めてるって思ってるんですけども、ですね、はい、そういうところっていうのはもう知ってた当たり前の世界だと思うの で、 そ、 うです、ね、そこを詰めたところで本当にトップオブトップにならないと一切の差がつかないと僕は思ってます。でお客さんに資格持ってるんですか、持ってるんだったら教えてくださいって言われることってまずないんです。僕は僕もないですね。そもそも資格の名前を知らない。そう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 、まず CPT、NSCA ってなります、ね、なります、なります、うん、何かそうですね、法律的な問題解決しようと思ったら弁護士さんに頼もうとかになるじゃないですか。確かに、うん、でもパーソナルトレーナー、体変えてもらおうってなった時にはなかなかその発想に至らないって、まあ、民間資格っていう部分も大きいと思うんですけど、なのでそれ以外でご自身がこれを見てくださっている方がですね、ここで戦っていきたい、自分の特技や特技というか得意な分野がここ、キャラクターがここ、そういうものがあるんだったら知識はもちろん並行して貯めておくっていうのは最低限の条件なんですけど、カラーをひたすら磨いた方がいいのかなっていうのは本当に思います、ね、そうですね。 そのカラーの中にその個性っていう部分ですけど、結局人と人なんでそこに
ちゃんと個性っていうのをやっぱ強みで出せる人じゃないと、対人関係のコミュニケーションですから、そこがうまくいかないと、この人に信頼っていうのがまず起きないんですよ。だからどんだけ知識があっても、どんだけ高い資格があっても、結局それが相手に伝わるコミュニケーション能力だったり、マインドがなかったら、その人に信頼を置いてトレーニングを教えるとかしないと思うんですよね。僕が消費者だったら、急にね、うんちくかんちく言われても、はぁってなりますよね。いきなりビッグスリーは。人体人間っていうところからまず入るっていうところですよね。そうなんです。だから、まあ、ちょっとさっきのね、これから目指される人たちに、一番まあ一つ言いたいこととしては、やっぱり勉強も大事だけど、そのコミュニケーションをかなり重んじていくことが、パーソナルトレーナーとして一本でやっていくのであれば、そこにスキルが乗っかってきて、知識や知恵につながって、それがさらに大きなビジネスになると、僕は信じて今までやってきたので、それがまあ今の形になっているわけで、そう、それが全てじゃないけれども、やっぱ経験値の中ではそれがベストだなと思っております、はい、やっぱりいろんなトレーナーさんと僕もありがたいことにコミュニケーションを取らせていただく中で、この人と言ったらこれが強いっていうのは絶対にあるんですよ、なのでその部分を磨いていくのと、やはりコミュニケーションというところもおざなりにはできないっていうところ、まあ、これはあると思います。一方で最近一回話した内容なんですけど、パーソナルトレーナーっていうのがいわゆるお客さんに決められた時間トレーニング指導をして、その対価としてお代をいただくっていう仕事っていう風に捉えられている方たくさんいらっしゃるというか、9割以上そういうイメージだと思うんですけど、僕その考え方結構捨てた方がいいなと思ってて、でトレーナーになるっていうよりは、もう僕よくマネタイズストラテジストって言葉を使うんですけど、どこにキャッシュポイントがあって、どこにお客さんが自分に価値を感じてくれるポイントがあるのかっていう、でこれっていうのは必ずしもトレーニング指導でその対価としてもらえるっていうポイントだけじゃないと思ってるんですよ。そうですね。大半の人はトレーニング指導することが目的ではなくて、別に目的があって、自分が体を変えた経験で、それでメンタルがポジティブになった、それを人に伝えたいとか、あとお年寄りの機能改善をすることによって QOL を上げてあげたいなとか、野球をやってたから野球選手のパフォーマンスを上げたい、目的はバラバラだと思うんですけど、その目的のツールとしてトレーニング指導があるっていうだけで、この方法っていうのは無数にあっていいと思っていて、それこそ僕が最近やってオンラインサロンだったりとか、こうやって動画でお話聞かせていただいたりとか、あとはその人に最適なトレーナーをマッチングさせてあげるようなプラットフォームを作って、そこで収益を得るとか、いろんなやり方があると思うので、キャッシュポイント一つに絞るっていうのは大きな機会損失だなっていうふうに思いますね。でもそれが今度は認知されていく時代になっていくと思うんですよ。やっぱりそのマッチングっていう部分のお仕事も出てくるということは、それだけのニーズが今後出てくるってことです。だからそのニーズに対して、じゃあ自分たちがどう動けるかっていうのは絶対に今後必要になってくるツールになってくると思うので、そうだから、そのケントさんみたいな、こういうふうにね、トレーナーとしてもできて、そういう、ね、いやもう本当すごいと思いますよ。本当に僕は今日対談させてもらってやっぱ思いますけど、そのマルチにできる能力というのもやっぱりトレーナーだけじゃなくて、まあ、トレーナーとしての力にもなると思うんですよ。そういう、ね、コネクションできるぐらいのやっぱりスキル、それが人とのコミュニケーションがあるから、それも成り立つことだと思うから、そうだから一つにフォーカスせずに、そういったところでもなんて言ったらいいですかね、こう見る目線っていうんですか、重きを置く部分が今広がりを見せているってところも知っておくと、今後パーソナルトレーナーとしてね、活躍するんでも必要な要素となってくると思います。実際ご自身で独立されてみて、めちゃくちゃお客さん集めるの難しいのとか、そういう壁に直面したことってありますよね。ありますよ。特に初めは。初めはそうですよね。そう、やっぱり僕は看板背負って一人でもうバーンって借りたんですよね、はい、そこでパーソナルジムを作ってお客さん呼んで、やっぱ前から行ったお客さんが来たりとかしてたけども、一番大変だったのは新規を呼ぶ方法、間違いないですね。そう、そして辞めさせない方法、これはリアルな話なんですけど、辞めさせないっていうとちょっと言い方難しいんですけど、お客さんにこの良さをずっと提供し続けたいって思ってやっていても、向こうが求めているニーズに自分が追いついていかないと、お客さんはもう一回ペイしてこの人の価値を見出せるか、いくら人間関係が良くてもやっぱその人が成長している過程が見えないとペイする気持ちもやっぱ失せてしまうから、ね、辞めてしまう人の気持ち
っていうのをやっぱり理解できてなかった部分がすごい思い悩んだ部分でしたね。それどういうふうにしてそれをクリアしていったとか言える範囲でいいんですか？いいですいいです。通算2時間ぐらい話させていただいてるんで、めちゃくちゃ勉強になって本当来てよかったなと。こちらこそありがとうございます。この動画見てくださった方もぜひなんかトレーナーだけじゃないと思うんですけどね、はい、そうなんか一つフィットネスのためにと思って僕も今日は対談させてもらってるんで、はい、もしよかったらまたねこの動画を見て参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、今日は話この辺にしていこうかなと思うんですけれども、小原さん SNS インスタグラムやっていますのでこの動画の概要欄に貼っておくので、ね、ぜひ興味がある方はチェックしていただけたらと思います。はい、ということで今日も長い時間ありがとうございました。いやこちらこそ春まで途中にありがとうございました。今日は一泊して帰りますね。